はい、どうも、木田です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日なんですけれども、捕まってしまえってことでね、本当にね、もう捕まってしまえ。今すぐ警察呼んでこいって感じでも言ってるんですけどね。本当にもうアカウントそろそろバンされるんじゃないかなっていうレベルで。今日もね、まあ安定に女の子のメイクをしていこうと思うんですけど、割と僕いつも海外メイクだったりとか、結構濃いめなメイク、ドラッグクイーンメイクとか、濃いメイクが多いじゃないですか。それかまあモノマネメイクとかが多いんですけど、皆さんからよく要望いただくのが、ナチュラルなメイクだったりとか、バレずに漏れるメイクとか、そういうのを僕よくね、リクエストいただくんですよ。まあ今日はね、新年明けて一発目のメイク動画ってことで、今回はズーシーさんとのタイプ動画になっております。イエーイ。でも服装からわかる通り、結構なんかよく僕が見かける中国系のすごい儚げなピンクとかオレンジ系を使った春っぽいナチュラルに漏れるナチュラルメイクを今日は紹介していこうと思います。じゃあ早速やっていきましょう。スタート。では早速やっていくんですけど、ベースはいつもと変わらないので、ファンデーションベースは先に済ませておこうと思います。はい、こんな感じでベースメイクが終わりました。じゃあ早速ね、今日のメインとなるアイテムを紹介していこうと思います。じゃん、こちらでございます。ズーシーマーベラスファンタジスタ限定ギフトセットでございます。ズーシーといえば、前のコラボ動画でもパッケージの可愛さで僕はもうテンション爆上がりだったんですけど、今回ね、見てなんて可愛いの。今回はくるみ割り人形っていう動画からインスピレーションを受けて作られたデザインになっております。早速開けていきますね。いきますよ。でれれれれれれ、すごすぎないですか？飛び出す絵本。こんな感じの絵本がありまして、開けるとコスメが現れます。じゃじゃーん。パッケージかわいい。デザインかわいすぎないね、ほんまに。中身はメイクアップパレットとパウダーとミラーが入っております。こちらが3点セットですね。で、早速ベースメイク終わってるので、パウダーから先に使っていくと思います。使っていくパウダーが、ズーシーのクリミアリゼロ粉感シルキーコンパクトパウダーの01番マットのカラーになります。こちら01番と02番で2色展開であるんですけど、まずこちらの01番から紹介していきます。開けるとこんな感じですね。もう本当にさ、めちゃめちゃ凝ってるよね。で、中なんですけど、こんな感じで、ちょっとね、球体っぽい感じでパウダーが入っている形状になります。本当にね、めちゃめちゃマットにしてくれるサラサラ系のパウダーですね。で、02番のパウダーが、こちらのパウダーなんですけど、さっきのマットよりも若干パールが配合されてるので、程よいね、ツヤ感というかラメ感が入ってるものになります。で、01番使っていきます。この辺のね、テカリやすい部分にのけていきます。あ、めちゃめちゃサラサラ。今日ドール感にしていきたいので、ツヤ感はね、若干抑えながら鼻周りとかね、気になるところに塗っていきますと。あ、すごい、めっちゃサラサラ。こっちが使ってない方で、こっちが使った方なんですけど、この辺のツヤ感はね、若干残してあるんですけど、この辺もサラサラです。めちゃめちゃ優秀なパウダー。なんかね、程よくツヤ感は残ってるけど、めっちゃサラサラになる。はい、こんな感じでツヤ感気になるところをマットに仕上げていきました。すっごい優秀なパウダーで、本当にサラサラです。マスクにもつきづらそう。はい、ということで日付が変わりまして、めっちゃそうなんですけど、今日はパウダーを使って一日メイクをしてみて検証動画を撮ってみたんですけど、で、今日ね、1時ぐらいにメイクをしてから1日このパウダーをね、これ最近マジで持ち歩いてるぐらい好きなんですけど、これを使って1日経ってみてどのぐらい崩れてないかっていうのを、それをね、見せようと思います。じゃん、こんな感じです。まあ、若干暗いから分かりづらいかもしれないけど、こんな感じでまだね、サラサラなんですよ。付属のパフがあったんですけど、そのパフ使ってやるとより効果を発揮するらしいんですけど、僕はブラシを使ってもこのぐらいの仕上がりになってます。本当にこうマットな感じがずっと続くので、めっちゃおすすめですね。マスクにもつきづらいです。これをね、紹介したかった。以上です。はい、そしてあれからさらに3時間経過して今帰ってきました。さてさて、マスクの中身どうなってるか気になりますね。ピロン、こんな感じです。ここは若干、てか目が超充血してる。この鼻とかさ、マジでさ、崩れてないし、ハイライト仕込んでるから、すごいツヤ感綺麗なんだけど、ほら、そろそろ、マスクも、こんな感じです。鼻だけ取れてますね。以上でーす。お次に眉毛を先に描いていくんですが、こちらのね、ズーシーデザートコレクションブレストブローパウダーペンを使っていこうと思います。今回01番と03番を用意したんですけど、まず01番のブラウンから、こんな感じです。結構ね、ペン先がめちゃめちゃ細くて、細かく毛が描けそうなイメージ。で、裏側にクリブラシが
ついてます。めっちゃ細いから、これもね、前頭とかまで、コームで溶かせる形状になってます。で、もう一個03番ですね。こっちがちょっとね、グレーっぽいカラーになっております。こっちの方がね、色は割と暗めかも。黒髪用と、金髪とか茶髪用って感じですね。で、今日は髪色が若干茶髪で垢抜けた感じにしたいので、01番のカラーを使っていきます。こうやってね、下から一本ずつ描くように描いていきます。やっぱね、中国とかのメイクでも最近毛を描く人が本当に増えていて、だからこそ多分こういうね、毛を実際描けるような質感のものが多分増えてるのかなって思いますね。形は結構平行気味に今日は描いていこうと思います。なんかさ、服がさ、女性の着てるからさ、なんか喋り方がなんかおねっぽいよね、なんか。描いていきまーすってな。何言っとんじゃろ、ほんま。こんな感じの眉毛ですね。めっちゃ綺麗に描けるんだけど。すごいね、これ。普段さ、パウダー使うわけじゃん、僕。ペンシル、パウダー、リキッドで描くんだけど。すごくね、ちょ、前頭から。眉毛が明るいだけですごく印象が、パッと、華やかになりますね。で、次に使っていくのが、こちらの、よいしょ。ズーシークルメル人形キャンディークルーズ12色メイクアップパレットを使っていこうと思います。これもね、見て。わかる？これ。このさ、表面がボコボコしてるんですよ。こんな感じで。すごくない？で、開けると、うわ！すごい！見て！かわいい色！めちゃめちゃかわいい。マット系のカラーもあって、このラメがあったりするんですけど、今回ね、こういうちょっと、シェーディングっぽいカラーが入ってるんですよ。これなぜかっていうと、このパレット1個で、アイシャドウだったり、チークだったり、あとシェーディングハイライトまで使えるっていう、すごく万能なパレットになっております。そしてもう一つ、01番の方も紹介していきます。01番の方が若干ね、ちょっとこう、オフホワイトって感じのカラーになってます。で、開けると、うわぁ、これも綺麗また。こっち側はちょっとね、オレンジ系のコーラル系のパレットになってます。これもシェーディングだったり、ハイライトも入っております。いやパッケージ可愛すぎてさ、毎日メイクするのマジ楽しいよね。まず01番のカラーから装置していきました。こんな感じの色味になってます。めっちゃ可愛くないですか？結構ね、いろんな、まあ、暖色系が入ってるから、使いやすいんだけど、こういうね、濃いめのオレンジもあれば、ベージュ系のものもあって、あとこれハイライトですね。ハイライトも結構良さそう。で、これシェーディングだったり、こういうブラウン系のこのギラギラのラメがあったり、これ大粒のラメですね。これ1個で本当にいろんなメイクできそうなパレットになってるし、カラーがさ、12色入ってるから、めちゃめちゃ豊富じゃない？めっちゃ使いやすいカラーばっかりしかも。で、次02番のカラーがこんな感じでーす。これはね、ピンク系のコラル系のカラーが多いんですけど、こっちの方が割とね、使いやすいカラーがもっと多い気がする。しっかりとしたピンク色から、ちょっとコラル系の肌馴染みがいいオレンジまで入ってるので、このカラーはすごい使いやすいものがいっぱいあるイメージですね。で、このラメとかすごいじゃん。これ涙袋に絶対使えるし、これはね、目の中央とかに乗っけてもいいと思うし、シェーディングとハイライトなんですけど、やっぱね、パレットの中にあると思えないぐらいの発色の良さ。めっちゃ可愛い。すごいよね。ズーシー前回のやつもさ、ほんとラメ綺麗なの、ズーシーって。今回は02番のパレットを使ってきたなと思います。で、まずこちらのシェーディングを使っていきまーす。結構グレー系のシェーディングだから、割とね、多分、ブルベ系になれる気がするよ。おー、結構発色がいいですね。ふわーっと、全体的に。でもあんまりね、削りすぎたらね、男性っぽくなるから、生え際にやるぐらいで。頬骨が出てるんで、頬骨削るようにこの辺に入れていこうと思います。鼻筋もから、スッと通すぐらい。鼻先割と濃いめにしていく。こういうブラシやった方がね、ふんわり乗るから、普段よりも、よりね、自然な感じになるかなと思って、太めのブラシを今日は使って、やっていきます。人中絶対大事。人中絶対描くよ。で、あと、唇の下。ナチュラルに盛るときは絶対影が一番大事なんで、アイメイクとか濃くないんだけど、顔が立体感出るだけですっごい顔の印象が変わって、垢抜けてきた。そしてお次に、こちらの白いカラーを使っていきまーす。これでね、この目の上全体をまず白く明るくしちゃいます。やっぱシャドウ塗るときに目の上がね、くすんでるとまず色があんま乗らないから、ベージュっぽいカラーでベースを塗ってあげる。こんな感じで。そしてお次に、こちらの若干ラメが入ってるピンク系のカラーを使っていきます。結構発色がいいので、これは割とね、中央から薄くね、全体に馴染ませていくぐらい。で、これを囲んじゃいます、目を。これがね、わかるかな？若干ね、薄くラメが入ってるので、すごい可愛いんですよ、これ。次に、この少し濃いめのオレンジを取っていきます。これを、この目尻側ぐらいに付けていきます。少し目尻に印象がついた方が、目がね、キリッと長く見える効果があったりするので、ちょっとこれを目尻側に付け足してあげます。で、次にこんな感じの細いブラシを取ってあげて、このブラのカラーを目尻から下まぶたまで塗っていきます。ここに線描きますよーっていうラインをもう先にね、これで若干作っておく。シャドウで割とね、ラインっぽく描いておくだけで、すごい印象がだいぶ、ほら、その目の幅が変わるでしょ。変わってくるので、ライン描くとちょっとケバいなって人は、シャドウをこういう風にライン代わりに描くのもすごくおすすめです。で、下に最近流行りのオーバーライン。ここからまつげですよっていうラインですね。もうここまでが自分の目ですよっていうね。もうここまでが目なんで、もう黙ってもらっていいですかっていう感じで。
構オーバーに下に描いちゃいます。そしたらさっき眉毛で描いたこのね、アイブロウの01番のカラーで、この線をより濃く描いて、で、プラス涙袋もこれで描いちゃいます。この手間が大事なんですよ。本当に。これをするかしないかでだいぶ顔が変わるので。このペンシル多分ね、涙袋絶対描きやすい。こんな感じで。で、先ほどのこのパレットに戻りまして、このね、さっき発色がめちゃめちゃ良かったこのラメを使っていきます。黒目の上側。いいね、可愛いね。この真ん中だけ縦に塗ってあげると可愛いです。ここはマジで入れた方が絶対可愛い。ナチュラルにした時ほど目頭のラメは絶対に入れた方が、石灰線今日引かないんですけど、石灰線引かなくても目が近く見えるので、めちゃめちゃ可愛く見えるんですよ、本当に。で、せっかくなので、このね、ちょっと大粒のラメも使っていきます。よくインスタで見る中国のメイクの感じ、このラメどこのですかって聞いちゃうぐらい綺麗なラメ感。で、次ハイライト、こちらですね、使っていきます。お発色いいね。めっちゃ、おすごい。めっちゃ発色いい。すごいね。パレットに入ってるやつと思えないぐらい発色がいい。めっちゃ綺麗くない？ハイライト。で、次、チーク。こちら使っていきます。チーク結構ポイントで入れる場所なんですけど、この辺。目とつなげる感じでこの辺に入れます。この辺。この真ん中じゃなくて、この目の終わりぐらいから、このね、真ん中ぐらいに入れるんですよ、こうやって。鼻も絶対に入れます。最初に紹介し忘れたんですけど、コンシーラーもズーシーありまして、こちらのね、コンシーラーです。名前が面白くて、ズーシーデザートコレクション、修正液コンシーラーらしいです。カラーが3色あるんですけど、000102がありまして、色だけスウォッチして使っていこうと思います。これもね、カバー力すごい良くて、紹介だけしておきます。こんな感じで。000102ですね。02が一番ね、手とは合うんですけど、僕割と基本もっと白いカラーを使うので、この00でも割とね、白いんですけど、僕が普段使ってるほんと真っ白レベルのやつよりかはちょっと色味が落ち着いてるのかなっていう。色もね、すごい良くて、カバー力もね、結構あるので、こうやってやると、ほらめちゃめちゃこう綺麗なんですけど、結構触ってもサラサラするので、割とね、密着感もいいし、崩れにくいんじゃないかなっていう印象ですね。これもぜひぜひお試しあれ。はい、じゃあ、まつげを描いて、つけまつげもつけてきました。だいぶ印象が変わったかなと思います。次、マスカラをしていくんですけど、こちら使っていきます。ズーシーダイヤモンドシリーズ、ダブルカラーマスカラですね。こちら使っていきます。これまためっちゃハイテクで、片方がこうやってね、普通のマスカラが、こんな感じで入ってます。もう片方も、ブラシがついてて、こっち側は、見てこうやって、こういうラメだけのものが入ってます。マスカラと、マスカラした上からこのラメを塗ると、目がキラ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 ーって、まつげが光るんですよ。すごいハイテクなマスカラ。で、この03番のファッチブラウンってカラーを使っていきます。これで、若干ね、束感をこれで、まあ、つけまつげなんですけど、束感とボリュームを出しながら、色もブラウン系で若干色味が落ち着くので、ニュアンスを変えていけたらなと思います。しっかりと、垢抜けるんだけど、目力を出してくれるカラーになってますね。他のカラーも若干もっとオレンジ気味っぽいやつと、あとね、ネイビー系の色味があるから、色もすっごい可愛くて、これすごいいいですよ。で、マスカラ塗ったら、こうやって若干まつげを、束にしていきます。こんな感じのまつげに仕上がりました。で、乾いたんで、このキラキラも塗っていきます。伝わるかな？若干まつげがね、キラキラになるんですよ。で、リップ塗る前に若干口角をね、上にキュイーンと上げておきます。で、次、リップ、こちらのリップ使っていきます。インターステラーシリーズ、ベルベットクリーミーティント使っていきます。色もね、結構可愛いカラーがたくさんあって、今日は割とジューシー系にしていきたいので、補色使いしてみようかな。まず02番使っていきます。これを、内側に塗って、結構塗りやすい。あと伸ばしやすい。ベルベットティントっぽいですね、やっぱり。ちゃんとしっかりと。で、この山をね、作りながら塗っていきます。で、下はもうかなりオーバー。で、もう一色、06番を使って内側に塗っていこうと思います。結構深い赤ですね。これを下一直線と上にこのね、V 字に描いて馴染ませます。そうすると、唇により深みが出てくるので、可愛くなるかなと思います。で、最後使ったインターステラーシリーズなんですけど、こんな感じのハイライトとかチークとかもあるんですよ。土星型の形してる。めっちゃ可愛くないですか、これ。しかもさ、ちゃんと手が込んでるのが、この下まであるんですよ、これ。こうやって。置いておく用の下の台座までついてくるの。めっちゃこだわってるよね、本当に。シェーディングとかハイライトがあったりします。あと、ギャラクシー系のラメ系のシャドウもシリーズであったりします。こんな感じで。可愛くないですか、めっちゃ。こちらもぜひぜひチェックしてみてください。Fantastic.
はい、というわけでメイク完成しました。よくなんか広告で見る中国のなんか可愛い人のイメージ、儚げな感じのイメージでメイクをしていきました。今回のテーマが春先取りの夏盛りメイクってことでメイクをしていたんですけど、割と普段のメイクよりかは全然ナチュラルなんですけど、しっかりと持ってます。これがこういう風にメイクできるので、ギテ流の春先取りの夏盛りメイクはこんな感じの仕上がりになっております。夏盛りメイクって僕の中のイメージではあんまりこう派手派手しいメイクをしないんだけれども、小技をたくさん使うってイメージなんですね。あの、眉毛の色明るくしてみたりだとか、あとアイシャドウとかも結構色味を使うんだけど、ラメ感乗っけることによって結構ね、中和されたりするから、そういう、足し引きとかも大事かなって思います。あとは束感のあるこのまつげと、あとラメ系ね。このチーク入れるポイントだったり、このツヤを入れる場所だったり、あと唇の作り方だったり、そういうところがすごいポイントになってくるかなと思います。で、今回使ったこちらのね、ズーシーマーベラスファンタジスタ限定ギフトセットだったりとか、リップだったり、アイブロウだったりっていうアイテム。もう本当にね、見てわかると思うんだけど、本当に可愛くなるんですよ、メイク。めっちゃ可愛くない？今日、マジで。喋らんかったらマジでさ、男連れそうじゃね？普通に。本当にこういう女の子いそうだもんな、マジで。今日紹介したズーシーコスメは全部概要欄の方にリンク貼ってあるので、ぜひぜひ気になる方はチェックしてみてください。鏡、世界で一番美しいのは誰？それは橋本環奈です。使い見えますよ、この鏡。なんだ？という感じで本日はズーシーコスメを使って春先取りの夏盛りメイクを披露しました。参考になっていると思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録、通知もぜひぜひお願いいたします。では本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ゆずでした。バイバーイ。